渦みたいに私のどこがいけないの、それともあの人が。悲しみの目の中をあの人が逃げる。あげたら煙よ。また爆発したよ。なんか追いつかないんだろうよ、風向きが変わるから。こっち消したらあっち、あっち消したらまたこっち、それにつられてヤジ馬がうわーっと移動しているんだよ。見に行っただけなのに煙でも吸って具合の悪くなるバカが。見に行くか、お前もバカに混じるか。よそ様の不幸を覗き見したいのは人間の本性だよ。だからって言ってわざわざ不幸を浴びに行くことないの。遠くで見るのがいい。そんでさ、想像してごらん。全員逃げたかな、それとも誰か死んだかな。泣くの歩くの死んじゃうの。シュレディンガーの猫ってやつだよ。小さな箱にな、猫を入れる。でそこに放射性物質が 50% の確率で放射される機械と、その物質を感知したら毒ガスを出す機械を入れる。1時間後猫は生きてるか死んでるか、確率は半々。見に行ってみないとわからないな。つまりそこには生と死が重なり合ってるんだ。どちらか一方じゃない。箱を開けない限りはそこでは生と死が同時に存在するということ。これって面白いだろう。じゃあ待ってるね。はい。自分じゃ逃げられんの？ん？猫？そうだな。かわいそうやね。そういう話じゃねえんだよな。寒いよ。どうかした？友達がね、来たいって。今から？家があの辺でね、燃えちゃうかもしれないんだよ。あ、そう。箱から出てきたね。ん？猫。あ、そうだな。ん？畳む？いい？いいよ。あなたならどうする、あなたならどうする。箱を開けるの死んじゃうの。何それ。あなたなら、あなたなら、すいません。
散らかっててごめんね。いや、見えるでしょ結構。ああ、ここからも煙がすごいな。お家は見える？うち？いや、こっからは分からない。裏側だからさ、ウエストランドの宇宙人みたい。え？ああ、忘れた。ヒノ君は待ってた？いや、家出るときかぶらされて、新さんの時買ったやつ。ああ。これでタクシー乗っちゃったよ。え、タクシーで来たの？ああ、うん。近いのに。10時過ぎくらいだったかな。いきなり消防車が何台も来て、うん、最初はぼやくらいの大きさだったらしいんだよ。ウエストランドのこの前潰れちゃった洋服屋、あのなんとかフォーエバー、フォーエバー21とか2とか、そう、そのフォーエバーの向かい側にイベントやるような広場があるでしょ。あの辺りで火が出たらしい。で、消防車が来てすぐにでかい音がしてさ、爆発聞こえた。最初のか分からないけど何度かあったでしょ。うん、フードコートのプロパンにでも引火したのかな。そこからはもう一気に火の手が上がって、煙が家の中まで入ってきて。うわ、でもまだ燃えてないんでしょ。え、お家多分、うん、多分。でもとにかく命はね。うん、命は、うん、そこは本当良かったって。いやだ、いやだ。お茶が切れてたんだ。ああ、買ってくる。あ、いいよ、わざわざ。喉乾いたでしょ、煙も吸ったし。水がないか。ここの水飲めないもん。ああ何にもないのよ、うち。あ、ビールは少しあるから。ビールか。そんな気分じゃないよね。いいの、買ってくる。じゃあ俺が行くよ。いいって。遅いし。愛子ちゃんのそばにいてあげないと。すぐだから、ちょっと休んでね。あ、そうだ、今お風呂ね。さすがに風呂まではいいよ。いや、ただでさえ押しかけて迷惑かけてるのに。うん、それは全然構わないんだけど。あいつが行こうって。え、俺は迷惑だって言ったんだけど、勝手に電話しててさ、君んとこ。俺から言い出したわけじゃないの。頼ってくれて嬉しい。もう寝てた？うん、まだ。遅くに悪かったね。お茶。俺の家。え、あ、あ、いえ、あ、いや、ごめん。どうぞ。俺の何？いや、俺の家なくなっちゃうのかな。いや、ごめん、ごめん、ごめん。向こうの部屋に仏壇があるんだけどね。え？父の。ああ。出る。え？出るのよ。なに、お父さん？だからあっちで寝らなくなっちゃってね。そんな、本当に？一緒に行ってみる？いや。怖くはないのよ。気配感じるだけだから。いや、俺は怖いよ。ただ向こうで寝てると。ちょっとね。寂しくて。あとでお線香をあげてもいい？もちろん、ありがとう。お葬式も行かれなかったし。大して知らせなかったから。おじさんにはよく遊んでもらったな。そうだったね。これあげて。あ、いいの？新しいやつ。最近お線香もあげてなかった。だからお父さん、出るんじゃないの？そっか。はい、あいこちゃんから。ああ、びっくりして。ごめんください。はいはい。あ、なんか言いかけなかった？え、なんだっけ、さっき。え、みっちゃん。はいはい。あー、みっちゃん。あいこちゃん、大変だったね。もう一人ごめんなさい。どうして謝るの？この時突然。そんなの、びっくりしたでしょ。もう信じられない。ゆきちゃんはこっち向かってる。まだうちの近くにいるのよ。どうだって、よくわかんなくて近づけないから。壊れてて。ああ、これ荷物、あの玄関置いとくね。すいません。お、
大変だったんだから。ゆきどうかした？違うよ、電話が親戚中から切っても切っても引き出しにかかってきて、カズコおばちゃんとか似たの家とかみんなニュース見たって。あんた電話どうしたの？忘れてた。あなたに繋がらないから全部私のところに来て、春落ちたなんかしつこくかけてくるから着信拒否しました。しちゃダメだろ。しげおさんも田中おばちゃんもよしくんなんか親戚の名前全部言うことないから。うちになんかあったと思って避難所行こうとしたってよ。避難所？そこの西の森小学校何人か集まってるみたい。そう、うちはいちこちゃんがいてくれたから本当に助かったね。うん、うん、ああ。どっか行くの？買い物。なんか欲しいもんない？うん、本当にごめんなさい。謝らないで行ってきます。じゃあありがとう。久しぶりだね。忘れてた。うん、え、脱がないの？この部屋寒い。入りなよ。宇宙人みたいだぞ。は？ユキ来るって。うん、誓ったの？そんな年じゃないでしょ。ここの住所メールしたらやっぱり行くって。それがいい。ファミレスで一夜貸すなんてダメだよ。ギリギリ見えるんだって、ジョナさんからうちが。見えたってどうにかできるわけじゃないんだし。うん、明日も仕事あるんだから少しでも寝た方がいいよ。仕事？休めないだろう。休めるのかな。してないわよ。え？気づいてないの？やめたわよ、あの子隠してるけど。いつ？2ヶ月前くらい。気づかなかった？知らないよ、だって朝出てくだろ。パチンコ。は？駅前の見かけたの。あいつが？え、今日も？だから11時まで連絡がつかなかったんじゃない。閉店まで打つのか。残業熱心よね。なんだそれは。どうなんのかね、あの子の人生。まったく。これで家までなくなったら。それはまだわかんないよ。寒い。この団地って相変わらず寒いわね。隙間風がひどいのよ。言うなよそういうこと。ん？あ！え？切れてる。これこたつ。あ、壊れてんの？どうりで寒いと思った。外れた。なんていうか、みっちゃん変わったね。そう思わない？着いたよ。お手洗い、お腹冷えちゃった。見えるだろう。野焼きでも見てるみたいね。お前結構余裕あるな。現実味がないだけよ。どうするかな。山田電機だっけ？え？ウエストランドがあったとこ昔。うん、ショッピングセンターなんか建てなきゃよかったのよ。お前文句言ってたろ、うちの町は電気屋しかないって。なんか懐かしいわね、この景色。ん？うん、わかんないもんだね。取り壊すと思ったから引っ越したのにさ、なくなるはずのこっちが残ってあっちが燃えて。言うなよ、まだわかんないだろ。ほら、シャンプーの匂いがする。え？お隣からよ。ね、隙間風がひどいの。ああ、確かにするな。風呂使ってるの？
兄ちゃん戻ってる。お風呂場はさ、誰？いつからいた？知らないか。みっちゃん。はい、ここですよ。みっちゃん、みっちゃん、お客さんだよ。いいよ、上がっちゃって。いいんですか？うん、入っちゃって、どんどん入っちゃって。うちの親が。ゆき？お母さん？ほら、いたでしょ。おー、すいません、すいません。いやどうも。いや大変でしたね、今夜は。こんばんは。あ、みっちゃん。あ、買い物に。ああ、お茶っ葉切れてたんでしょう。やっぱりそうだ。ゆき、もうなんで電話出ないの。何度かけてもどっちも出ないんだもん。何？いやね、下の郵便受けの前でお嬢ちゃんうろうろしてたから声かけたら部屋が分かんないって。すいませんでした。いやー、ここもすっかり老朽化しちゃってね、もう部屋番号こすれて見えなくなってるんですよ。宅急便屋さんなんかもね、よく文句言ってくるんですよ。すいません。はい。いや、どちら？あ、上の階のものです。ああ、ここにしまってあるって言っといたのにな。みっちゃん、この前すぐ忘れちゃうんだから。すいませんね、すぐ入れますから、すぐ。いや、そちらも。はい、どちら？あちら。あ、せがれです。ああ、のようなものというか。え、さてはみっちゃん、何も話してないね。ね、そのご様子だと。実はそうなんです。ご一緒に住んでらっしゃる。だから上の階です。ああ、仲良くさせてもらってるんですよ。うちの風呂ね、ずっと壊れてましてね。あ、入らせてもらってるんですよ。ああ、これ以上特に説明することはないんですが。ああ、いやいや、わかりました。みちこさんのパートナーでいらっしゃるとか。私が、ええ、だから上の階です。どうかしたの？あ、久保井と言います。あ、はいはい、石川博光です。妻と娘のゆきです。お邪魔してすいません。いやいや、私の家じゃありませんから。あ、そう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 、入って入って入って、うん、寂しいよ。はい、お嬢ちゃん、はい、入って入って。いやー、ほんと災難でしたよね。それ脱いだら。あっ、防空頭巾だ。脱ぐの忘れてました。戦時中を思い出しますね。あ、いや、私戦後生まれです。あ、あ、おい、これ、はい、お、あ、お、お、ぜひ、え、はい、はい、お嬢ちゃん、ご近所は皆さん避難なすったんですか？ええ、多分うちの周り空き家が多いんでそんなに大勢じゃないと思うんですが。炎症は進んでますか？どうだった、ゆき？え？うち見えたんだろ、ジョナさんから。ああ。よく分かんなかったのよね。まだ燃えてなかったと思う。ジョナさん、するとお宅はウエストランドの裏側の辺。はい。なら大丈夫ですよ。そうですか。今は風向きこっちですからね。奥には流れんでしょ。そうですか。よかった。しかし、あの辺りも随分と人が減りましたね。そうですね。それに加えて今度のこれじゃ。ね、だいたい、そもそもあのウエストランドは、不運というか、悲運というか、カタストロスなスタートでしたよね、うん、西町ニュータウンに巨大ショッピングモール誕生なんて華々しく開店したはいいものの、何年もしないうちにあれですよ、あれ、ほら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 、土壌汚染、住民は減るわ、客足は遠のくわ。そもそも名前が良くないと思ってたんですよ、私は。ウエストランドなんて。名前ですか？ええ、伸ばしていったらあなた、ウエストランド、荒れ地っていう意味ですからね。
我々みんな荒れ地の住人というわけですよ。もうそこに火事なんか起きたらね、乾いた大地が一瞬のうちに火の海になるから。お宅は大丈夫ですよ、風向きからして。乱れとったよ、ん、風風向き、うん、あ、そう。やだ、どうしよう。大丈夫よ、ユキ、消化作用が進めよ。ケンちゃん、ええケンちゃんですよね。え、違います。ご存知ですか、ケンイチのこと。嘘、なんでここにいるんですか。知り合いなの。バイト先の先輩。お前今バイトしてるのか。は、違うよ、昔のバイト先。ああ、ここ住んでるんですか。いつ帰ってきたんですか。帰ってきた。あ、違いました、海外に行ったって聞いたから。ああ、あれ、覚えてないですか、私のこと。誰だっけ。ユキだよ。イベントのバイトで一緒に着ぐるみやってた久保井ユキ。犬のドッキーくんやってたでしょ。あは、猫のミーヤ。おん、私はコアラ。わからん。鍋でもどうですか。え、鍋腹減ってるでしょ。いやー、今やってますから。え、悪いですよ。どうぞお構いなく。この時間だとお嬢ちゃんにはダイエットの敵かな。別に。あら、そんなお前なんとか様みたいな。信じらんない。バイト先っていつの。短大時代。ここ。じゃあだいぶ昔じゃないか。パン屋さんじゃなかった。その前。前、高2の夏休み。ああ、1ヶ月やったね、そういえば。そりゃ1ヶ月じゃ忘れたって無理ないよな。初めてのバイト。覚えてない、覚えてない。初めてした人。は、今、静かに爆弾が落とす。何を。もういいよ。え、普通そんなことあって忘れる。恥ずかしいからそういうふりしてるだけなんじゃないの。なかったふり。恥ずかしいって、私としたことが。おい、そんな話やめろ。よそ様のお宅で。よく言う。は、自分も知らんぷりしてるくせに。何を。ねえ、ホテル行く。お母さん今から。ここ移動して。なんで。お母さんだって分かってるんでしょ、本当は。パチンコのことか。は、俺は知らなかったよ、仕事辞めたのなんか。また爆弾が。あなた、さっきお母さんに聞いたんだから。そんな話してないけど。なんで言わなかったの。は、何ヶ月も内緒にして。ねえ、その話今知らなかった。言ってどうすんの。止めたよ。何を。仕事辞めるのだよ。辞めたわけじゃない。じゃあなんで会社行ってないんだ。いや、だからもういいよ。え、あ、クビになったのかお前。ちょっ、なんでそういう話するの、ここで。お前が先に。避難しようかな。え、いやね、次々と爆弾が。ちょっと待たせてごめんね。お帰りなさい。みっちゃん、お茶あるよ。先生いるの。先生、私です。お茶ね、しまってあったんだよ。あ、お手伝いします。お鍋。え、あ、愛子ちゃんごめんなさい。え、ケンちゃん、この人のお風呂貸してること私に言わせて。聞いた聞いた。びっくりしたでしょ、うん、ものすごく、うん、ごめん。ゆきちゃん、すみません。お父さん、なんで私来たと思う。え、ジョナサン出て。お母さんにここの住所聞いたからだよ。だから何。あ、こたつじゃ小さいな、座卓持ってきて。なんか作ってるの。鍋だよ。鍋、うん、こんばんは、ゆきちゃん。遅い時間にお邪魔してすみません。まあ、立派なお嬢さんになって。ご無沙汰してます。え、私のこと覚えてる。はい、すごくよく覚えてます。ほんと、9歳までこの団地にいたんで。ああ、そうですか。夫の実家があったもんですから。ああ、何度か遊んでもらったっけ。確か。というか、父が浮気してたので。え、そうだよね、ユキ。お母さんの爆弾。してないですよ。
これでいいのかな。そうじゃなくてさ。似てるねえ。うん、だって見たんだもん。聞いて聞いて。お父さん黙ってね。なんで俺の話を。西町のショッピングセンターウエストランドに来た火災は出火から3時間が経過しましたが、今も鎮火には至らず、現在も消火活動を行っています。出火当時、閉店直後のショッピングセンターには数十名の従業員が残っていましたが、現在のところ怪我人はまだ報告されておらず、消防は逃げ遅れた人がいないかどうか確認を行っています。近隣の住宅には市が用意した避難所等に移動し、だからそう言ったろ。一夜を過ごしています。横田記者に伝えてもらいました。ありがとうございました。そんな怒んないでよ、お父さん。どうでした、ニュース。あ、特に。え、さて、あちらは。あら、お鍋できた。うん、みっちゃん思い出した。あの人よね、口にひげの生えたおばさん。そうそうそう、信じられない。何のお話。昔、近所に住んでたおばさん。いつの間にかだいぶ話題が変わったようですね。懐かしいわね。お母さん、どういうんだろう、あれ。いじけちゃった。あんたのせいよ。いじけてないよ。吠えてる。解決したんですか、このあれやこれやは。あ、すいません、お騒がせして。ごめんね、もうみっちゃんが謝らないで。じゃあ、お鍋。私が誤解してたんです。誤解。中学の時、お父さんがここに何度も来てるの見てて、私。仲いい子が向かいの団地に住んでたんで、遊び行くと、あれ、ゆきちゃんのお父さんじゃないみたいなことが何度か。あれ、引っ越したのになんでいんのみたいなことがあって、そしたら一度、二人がこの団地から出てくるのが見えて、ああ、そういうことかって。みちこさんとは子供の頃会ったことあるけど、そういやお父さんと仲良かったなとか、うちが引っ越したのはそれでかなとか、いろいろ結びついちゃって。子供って嫌ですね、変なとこ勘ぐるから。でも違ったと。保険の相談してたの、てっちゃんに。保険。父のね、3年前亡くなるまで寝たきりだったの。前先生にも話したでしょ。入退院繰り返してたんだけど、その頃自宅療養に切り替えた時で、医療保険やなんかてっちゃんには何度も相談に乗せてもらってたの。主人保険会社の人間なんで、うちに来てもらってたのがいけなかったのね。父が会いたがっちゃって。幼なじみなんですよ、みっちゃんと主人。ゆきちゃんそんなこと知らないもんね。完全にできてると思ってました。それでお父ちゃんすっ飛んできたわけだ。火事のどさくさに父親が愛人の家に避難してるぞって。愛人。そうそう、半分興味本位ですけど。爆弾なんて言うからね、もっと修羅場になると思ってましたよ。あ、ごめんなさい、みちこさん。いいのよ。じゃあそろそろお食べ。俺には謝らないのか。聞こえてるなら入れば。俺だって何度も説明したろ、誤解だって。男の話は当てにならないの。男ってお前、親に向かって。忘れちゃう人もいるし。それ別の話だろ。誤解でもないんじゃないの、あなたの場合は。あら。あの人ね、うん、好きだったんですよ、みっちゃんのこと。おい。学生時代から。でも一度も相手にされなかったんですって。主人。片思いだったんです、みっちゃんにはいつも誰かいたから。さっきそれ聞いて全部仮定が言ったっていうか、片思いなら納得って。あの、ごめんって。それが爆弾。え、奥さんの。いえ、もうあんなの冗談ですから。場を荒らしてすいません、お父さんごときが。荒らしたのはあんたでしょ。じゃあお気を悪くさせちゃいましたか。私がなぜ。だってお二人は。ゆきちゃん、鍋中のは。え、鍋中のはそれぞれの食材に適した煮込み時間があってね、必ずしも長く煮込めばいいわけじゃないんですね。肉なんか煮すぎると味が抜けてパサパサのだし代わりになっちゃうし、
水が吸われると締めのおじやもできないし、丸お兄ちゃん溶けちゃうし、そろそろ食べた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうかね、ゆきちゃん。はあ、腹が減ると饒舌になるんです。ああ、ごめん、うん、食べようか、はいはい、そうね。うわあ、おいしそう。よそっちゃっていい。いきなり名前呼ばないでくれます。思い出した。え、久しぶりやね。何それ。さあ、いただこう。変な感じね、こんな夜中に。ほんと、でも不思議とお腹空いてきた。食べる。そう、いただきます。どうぞどうぞ。けんちゃん、おいしい。おいしい。え、さあ、ね、さあ、これ豆腐。さ、え、いや、私、お酒は温まりますよ。あなたもいただかない。なべぱだよ。なべぱ、なべパーティー、なべぱですよ。いいの。いただきます。食欲ないのかな。さっき食べたんですよ。いらないじゃない。だって食欲不足になっちゃった。いや、あのですね、何度も開けないで、寒いから。せっかくですけど、そもそも鍋パーなんて新旧じゃないんですよ。分かってます。今あそこで何が起きてるか。火事。そうだよ。こんな非常事態に鍋なんてついて、明日が心配じゃないのか。どうしようもないでしょ、うん、一晩中祈ってればいいの、うん、何にもできないんだし、観念するしかないの、うん、来なよお父さん、おいしいよ。これ何。魚肉ソーセージ。うわ、変わってますけど、どうぞ食べようよ、てっちゃん。ほら、早く閉めて。てっちゃん。うるさい。いけますね。飲んでるのか。少しよ。さあ、てっちゃんもどうぞ。その呼び方、結構です。あ、ビールもあったよね。え、あ、いやいや、その、ね、お酒やめたから。ほんと、てっちゃんが、うん、いや、体のこと考えたら。え、どうしたの。え、だってこの酒なんて気分じゃないですし、明日も仕事なんで。休んだろ。お前が言うなよ。あ、私もら、ゆきちゃんは。あ、じゃあトマトジュース。ねえ、みーちゃん知らないの。何のこと。何するの。何って。トマト鍋。ふう、やだ、うん、知らないって何。うん、てっちゃんは今でも保険会社にお勤めですか。ええ。どれぐらい保険が出るんでしょうね、あれは。あれ、ええ、ああ、さあ、どうでしょう。まあ、店舗ごとに損害の程度は違うと思いますけど。ああ、相当なもんでしょうな。あ、奥さん、これどうぞ。あ、いや、いやね、私以前オクラホマシティでトルネードに遭遇した時にね。トルネード、竜巻。そう、宿の主人の家が巻き込まれて倒壊したんですよ。やば。本人たちは地下シェルターに入って無事だったんですよね。あれ、まあ、屋根や家具なんかが何百メートルも吹き飛ばされて、うん、これ大変だなと思ったら、案外当人たちはケロッとしてるんですな、うん、聞けば修繕費用なんかも全部保険から返ってくるんだそうですよ。全部、うん、アメリカの保険会社さんっていうのは太っ腹なんですってね、てっちゃん。そうなの。あっちはサービス競争が激しいし、出してみると集団訴訟なんかされかねないからな。マジで、竜巻があるたびに新築の家建てられるのね、うん、そう、次はどんな家にしようかななんてね、明るく話してましたよ。いいな。もしうちもさ。やめなさい。死んだらおしまいだよ、お嬢ちゃん。危険と隣り合わせに暮らして、そして新しい家をもらうわけだ。それでもいい。一からやり直せるなら。言うのは簡単さ。いつまでできるもんかしら。何にもないところからやり直すなんて。あなたも見たんですか、竜巻。幸い私たちはね、軌道外れていまして、ね、車で追いかけたよな。ケンちゃんも見たの。ただっぴょい部屋の向こうから鉛筆の先をね、逆さまにしたような渦巻きが、いや、もうゆっくりこっちに近づいてくるんですな。怖い。ゆっくりって言ったって時速100キロ以上で移動してるわけですから、マゴマゴしていたらあっという間に飲み込まれてしまう。もう鉛筆の先がだん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 太くなってきて、そうだな、天から鎮魂が生えてきたみたいだね。
チン？どういうこと？巨大なチンコのドリルが地面を削りながらドゥラって進んでくるのよ。ドゥラ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 って土ぼこりがスペルマのようなしぶきを上げて、スペルマ、そう、精液、まるでその全部が毛玉のオスになったような気がしたよね。おい君、娘の前でそんな話はやめてくれよ。いや、意外と正確な描写でしたよ。いくら鍋してるからって、君がどういうやつなのか忘れてないからな。はいはい。オクラホマってアメリカの、まあ、トルネードで有名なところだね。オズの魔法使いか。それカンザス。あ、初めて聞いたね。竜巻の話なんて、そうだったかね。先生とケンちゃん、いろんな国を旅してるのよ。旅というかね、教職を辞めた時に1年ほど放浪したんですよ。教職というと？まあ、高校です。あ、だから先生。アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア。いいですね、親子で。それって12年前ですか？ああ、もうそんなになるかな。2007年夏、うん、やけに具体的だ。あ、だからお金取ったの？え、だから消えたんだ、ケンちゃん。ミカコが言ってたもん。恋人と駆け落ちしてアメリカ飛んだって。ミカコ、カバの婦人警官。あ、ヒポポリス。いや、だから同じバイト先のカバが警察帽かぶった着ぐるみ。いや、それはどうでもいいけど。え、親子旅行のためだったの？金取ったってなんだ。バイト先のお金は事務所から盗んで突然いなくなったの。あんた、そうなのか。カバの婦人警官、そこ引っかからなくていいよ。オタク、知ってました？ね、知ってたんですね。まあ、若気の至りでしょう。あなたは若くないでしょう。はい。旅行するのに泥棒させるって、息子にどういう教育してんですか？だって、息子じゃないから。だってケンちゃん先生の教えろよ、高校の、うん、息子のようなものって言ったでしょ。確かにケンちゃん方言だもんね。どこだっけ？教育者が泥棒させるなんてもっと問題じゃないですか。おっしゃる通りで。みっちゃんは知ってたの？こういう人たちだって仮にも生殖で。先生は関係ねえし、俺が好きでついていっただけやもん。なんか開き直ってるけどさ。あ、ごめんなさい、私なんかおかしくなっちゃって。なんで？あ、なんでだろう、ちょっと酔っ払っちゃったのかも。あ、ゆき、ね、そのカバン取って。これ、うん、ほんま、金庫が入ってるから。あ、すいません、とっさに大事なもの入れてきたからね。お財布とか通帳とか。こいつもうやってませんよ。え、盗むなんてそんな、そこにね、金庫が入っていることすら知らない。あ、いえいえ、お薬出すだけです。薬？うん、飲み忘れてたから。なんだ、女じゃなかったんだ。うん、私てっきりミーアンと逃げたと思ってた。猫の？そう、ケンちゃんと同じ時期に辞めたバイトの。どうせ覚えてないか。ストマトください。気に入った？どっか悪いの、アイコちゃん。うん、私は。はいよ。はい、あなた。あ、ごめん。大丈夫、大丈夫。熱くなかった。いい、ごめんね。うん、大丈夫。やけどした？うん、ぬるかった。あ、脱いだら？いいよ、別に。脱いだ方がいいよ、落ちないよ。そう、うん、そうよ。ちょ、いやだ、向こうで脱ぐ。あ、もう本当にごめん。気にしないで、アイコちゃん。歯やった？全部洗ってるかも。え？あれです。あれ。はい。トマトはシミになりますから。あ、トマトいう間に。あ、トマトいう間に。
落ちちゃった。おっと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 。おいおい、これもお前洗って。うん、うん、あ、ちょっと、あら、ひるくなかった。いや、おかしいでしょ、さすがに。どうしました。あなた方、上の階の人でしょ。上の階です。なんか、距離感おかしくないですか。いや、なんかその、着替え手伝ったり、こう拭いたり、この辺にパンツが落ちてたり、やっぱり住んでますよね、一緒に。だから上に。それは分かりましたけど、実質住んでませんよ。だって勝手に洗濯したり、鍋作ったり、お茶の間にかも知ってるし。それは時々お風呂入れてもらったり、うちの部屋の洗濯機壊れてましてね。ああとは食事したり、寝かせてもらうぐらいかな。住んでるでしょ、それ。なるかな。同棲してんの。ん、そう聞きたいみたい、うちの人。いや違うわよ、こいつがね。え、まさかケイちゃんとミチコさん。ないないない。ケイチが絵やってまして。え、ダジャレですか。なんですか、絵って。ケイチが絵描いて売ってるんですよ。ほら、駅前の道端で売ってる怪しいやつです。怪しいって言わんのよ。もう上の階はこいつのアトリエ状態で。もう画材道具でね、足の踏み場もないんですよ。落書きみたいなもんよ。それに油絵の具の匂いで寝られたもんじゃないんですな。だからって、だからって、みっちゃん家に。まあいつの間にか。まあいつの間にかですって。はい、あなたお薬飲んで。あ、いいよ今は。ダメよ、バタバタしてて飲み忘れるところだったじゃない。後でいいよ、薬って。でもそうね、他人同士の3人が同居なんてちょっと変わってますね。珍しくないよ、シェアハウスとか流行ってるし。シェアハウスか。あ、でもみっちゃん付き合ってる人いたよね。いつ同棲したっていうかさ、婚約した人いたじゃない。ねえ、もうずいぶん前よ。別れた。うん、別れたって。いつ。おい、あなた早くお薬、いつ別れちゃったの。なんでそんな。なんでよ、あなたが知りたいことは全部私が聞いてあげてるんじゃないの。は、おかしなこと言うなよ。おかしい、酔ってるのか。おかしいのはさっきからみっちゃんのことで関係ないのに怒ってるあなたでしょ。みっちゃんと会うと学生時代に戻っちゃうもんね。こじらせてんな、片思い。なんじゃないよ。イライラしてると心臓に悪いわよ。病気でもなすったんですか。あ、え、ちょっと心臓の手術したんです。え、てっちゃん。はい、バイパスの。大変じゃない。それは大事じゃないですか。いや、もう何年も前のことですから、今は全然。ええ、ちゃんとお薬飲めば。でも結構大変だったんですよ。そうでしょ。何度も緊急入院したし、難しい手術だからってお父さんなんかほとんど諦めモードで。だけどお母さんがすごかったの。もういいわよその話は。そう、私好きよこの話。絶対成功するからって手術に挑戦するよう毎日毎日お父さんのことを説得して、なだめたりすかしたり、離婚届持ってて脅かしたりして。で、ある日ついにお父さんも死ぬ気になって。お、死ぬ気。あ、いやですけど、まあ死ぬ気で生きる気になって。そしたらオペは成功して、お医者さんもびっくりするぐらい良くなったの。あ、よかった。これを私は母が起こした久保池の奇跡と呼んでます。違うの、もう全然そんなんじゃないの。謙遜しております。本当に違うの。おかげで今があるんですから感謝しないといけませんな。してますよ。だったらお薬飲まないと。そう、うん、すいません。お鍋に詰まりそう。あ、お、食べよ、ね、はい。あ、さっきこの辺パンツがちょっと。そうね。ねえ、美香子避難所だって。え、美香子だから、カバの婦人警官聞いた。そばから忘れてる。ねえ、美香ちゃんち避難したの。そうみたい。避難したっていつ。今わかんない、1時間前のライン。美香ちゃんち結構離れてたのにね。あ、そうだ、ケンちゃん。
美香子に送っていい？ケンちゃんのこと絶対覚えてるから、うん、一時忘れてたわね、火事のこと。うん、うん、でも忘れてる方が気が楽。うん、そうね、うん、シェアハウスも悪くないでしょ。そんなテレビあったわね、シェアハウス。男女が集まって惚れたの腫れたのって、ね、テラスハウスね。あれ見てるよ。嘘、先生が。団地も一種のテラスハウスですな。おとしてそんなおしゃれに言うなのね。寄り合いよ、寄り合いじゃん。え、じゃあお二人は。はい。どうして一緒に暮らすことになったんですか。ああ、それは師弟関係。絵の師匠好きだからです。ああ、ホモだからですよ。え、ホモだからですよ。超ウケる。え、自主予告のタイミングですな。あ、じゃあアメリカに駆け落ちって、本当にそういうことになりますね。みーちゃん知ってたの。うん、一応。なんだ、早く行ってよね。じゃあなんでうちの娘と。お母さん、どうしたって。美香子ちゃん、カバの婦人警官、いい加減にしろ。ユッキー、燃えてるって。え、燃えちゃったって、美香子んち。先生、お父さんかい。うん、久々だね。話しておいで。今夜あっちで寝てね。てんちゃんとしたぶんあっちは嫌だろうから。先生もお布団引いてあるから。後で行くよ。うん、
結局ね、途中まで行って引き返してきちゃった。燃えちゃったか確かめるのが怖かったんじゃないの。お母さんが途中で気持ち悪くなっちゃって。お酒のせい。下で休んでたんだけど、トイレ行くってお父さんに任せてきちゃった。やめたの。正確に言うと突然クビにされたから腹いせに嘘ついちゃった。多分上司飛ばされると思う。これからどうしたらいいの。仕事ないのに家までなくなったら私あなたならどうする。え、泣くの歩くの死んじゃうの。課長をはめて秋田に飛ばしたよ。何読んでるの。宗教本？旅の本。違う。でも戻ってたの。ああ、どうだった町。わかんないです。アキちゃんたちはまだ下の水道がある花壇のあたりに多分生えてます。え、酔っちゃって上に上げようとしたんですけど座り込んじゃったから。あら、父が連れてきますきっと。でも妖怪よ、ここ一人じゃ運べないでしょ。そうですね、迎えに行こうか。はい、じゃあお願いします。お酒弱かったか奥さん。あ、先生のせいよ。5分経って戻んなかったらお前たちが行くんだぞ。あ、年寄りばっかりなんだから。はい、あなたな。やだ、起きてたんだ。起こしたんよ。焼き餅焼いちゃうかな。やかんよ。こんな近くにいても。うん。拒まないよね、ケンちゃんって。だから勘違いしたのかな、私。知らんなんちゃって。あ、え？なんで何も入ってないの。あ、そうやった。もうやだ、まともに見ちゃった。や、見たことあるんやろ。いや、見たこと何も感じなかったのね、あの時。ケンちゃん、私にキスしても触ってもあのおじいさんのことを思ってたの。おじいさん。おじいさんじゃん。だって何歳あの人。ガンダルフだよ。ガンダルフ。ロード・オブ・ザ・リングの2000歳くらい生きてるおじいさん。ああ。知らないくせに。あ、愛しい人って。それゴロムでしょ。違うキャラだし。愛しい人って。それ似てるって言ったらだいぶ悪口になるから意味わかんないよ。女子高生捨てておじいさんとか教授とか。
える気持ち知らないでしょ。読んでいいよ本。エッチなとこは音読して。旅の評点。エッチじゃないぞ。そして気分は式の前の老人のように過去にばかり遡る。キスしてもいい。え？口するとき、うん、ガンダルフのこと思っていい？ゆきちゃん、俺はさ、氷点を探しに行ったつもりだったのよ、先生と。世界中旅したらさ、最初は楽しくったってそのうち限界が来るよね。俺にも先生にも、お互いの存在にも、何もかもが飽き飽きとしちゃうような氷点が来ると思ってたのよ。そしたら俺は突然先生の前から消えてやろうと思ってたの。そんでまた一からやり直すんだって思ってたのよ。一人で？そう、一人で。不毛な関係はおしまいにして。つまりさ、俺は先生と駆け落ちしたんじゃなくて、先生を捨てる旅に出たのよ。でもね、旅して旅して、狙い通りに旅に飽きて、どこへ行っても大した景色じゃねえなと思って、何食っても大してうまくねえなと思って、移動することすら面倒っちくって、あ、ついに氷点に来たぞって思うのに、毎日思うことって言ったらよ、先生がいつか俺を捨てたらどうしよう、消えちゃったらどうしよう、死んじゃったらどうしよう、ちょっと笑っちゃうよね。ステリッターズがしがみついてたよ。氷点にいようが、荒野にいようが、竜巻見てようが、俺はただ一人の目の前にいる。もうキスもしてくれ、抱いてもくれ、老いぼれがさ、いつ死んで俺を捨てちゃうのか怯えてるしかないのよ。だってさ、姉ちゃん、俺には先生しかいないんだからさ。先生、ご近所迷惑でしょ。時々ね、饒舌になるんです。ああ、ほら、うん、めちんこ立っとるよ、うん、俺先生、先生、うん、ゆきちゃん。
人はみんな捨てられるよ。どこにいても一緒よ。だからさ、会社も家も気にすんなよ。上に行くのか。絵描いてくる。愛しい人。なんだそれは。くれ。誰にも評点はある。必ずやってくる。
着替え置いてくる。だって私憧れてたもん、みっちゃんのこと。独身で垢抜けてて、聞くたんびに新しい恋人がいてさ、私なんかただ夫と娘を家から送り出すだけの平凡な生活だから、みっちゃんと会うと女性週刊誌読んだみたいな気分になったのよ。しかも関東ページの方ね、刺激的な見出しのやつ。私なんかあれよ、女性セブンでいうとこの真ん中から後ろの方にあるちっちゃいコーナー、物忘れを防ぐ方法とか、そんなやつ。私からすれば愛子ちゃんの方が立派なお家を建てて、可愛いお子さんがいて、不倫してたことあったよね。あったね。みっちゃんからそういう話聞くたんびに、あの人の顔はピクピクって引きつるもんだから、もう私おかしいやら気の毒だやら。ねえ愛子ちゃん、だって本当だもん。なのにどうしてこれこれ、こんな服着て怪しい他人と暮らして、おまけにもうこれずーっと痛かったんだけど、この部屋最悪よ。愛子ちゃん、いらしたのね。いつ知り合ったの、うん、先生たち、うん、いつの間にか。父が死んでから。変な宗教の人じゃないよね。まさか知らない人と寝てるなんて。なんだか安心するの、二人に挟まれて寝ると。挟まれて寝てんの。あ、並んで寝るだけ。ただ自分以外の寝息や匂いを感じると落ち着くっていうのかな。猫でも飼えば。そっか。お勤めはまだしてるんでしょ、前と同じ調剤薬局。今は大学病院。はあ、もう何があったんだろうって考えちゃって。なんでみっちゃん変わったのって。誰だって変わるでしょ。でも時間が経てば、てっちゃんだって心臓のこと知らなかった。教えてくれればよかったのに。そこが一つの謎ですよね。薬関係なら私少しは相談に乗れると思うのよ。確かに人は変わるけど、ずっと変わってくれないもんもあってさ。何のこと。とにかくみっちゃんだったら、もうその気になったらいつだってここ抜け出せたでしょ。抜け出す、だってこの団地、うん、この町自体が終わってるもん。さっきあの先生も言ったじゃない、荒れ地の住人ってやつ。うちも一緒よ。都市開発なんて話に乗せられて引っ越して、やっと一軒家建てた途端に地下水汚染だのなんだのって。人が住めないわけじゃないけど、夢のニュータウン計画は頓挫して、周りはもう空き家だらけよ。おまけにあの火事。どっからやり直しゃいいんだろう。やり直したい。ねえ、これ着ちゃっていいの。うん、あぐちゃんシャワー入れば。いい。あ、でもそっか、家に帰れるとは限らないもんね。避難所じゃお風呂だってないだろうし。ここにいてくれていいよ。これ以上迷惑かけられないよ。なんで来たの。え、さっきからあいこちゃん質問ばかりするから、私も聞かせて。なんで今日来たの。だってみっちゃんしか頼れる人。私のこと嫌ってたの。なあ、これあいつんじゃないか。みんな笑うなよ。だってね、こうしてみるとなんともみすぼらしい中年ね。なんだと。私たちみんなよ。ほら見てよ。頭だってモサモサだし。ほんと私なんかちょっとこうゲロ飛んでるし。ごめん、それ私のゲロで。いやいやいや、てっちゃんなんか見て、出来損ないのラッパーみたい。これかぶってる。これもこれもこれも、それ貸して貸して。これもほら。いやないね。ラップしてよ。
よ、サランラップだよ。つまんない。何やってんだ。そっちが何だと思ってんの。虹は寝なさいよ、もう。ほんとや、修学旅行みたいで。40年前だぞ、もう。どこ行ったっけ。定番よ、奈良と。あれだよ、どっかの漁村。漁村。そうそう、漁村で労働体験するってやつ。北海道のラウスよ。ラウス、ラウス。あれ嫌だったな、民家に泊まらされてさ。生徒2、3人ずつあちこちの家に分けられてね。3時のおやつに酒とばが出るんだよ、自家製の。朝から寮の手伝いさせられて、叩き起こされてな。底引き網の支度とか。え、そんなことしてた。しなかった。女子はお弁当作りを漁師さんたちの。そっちの方がいいよ、俺らなんか。奈良って言うとしかいいの、いいの、それで続けて。今私2人の歴史見てるから。そんなのないよ別に。ねえみっちゃん、どうして。また質問だ。え、さっきから愛子ちゃん質問ばかり。どうしてうちの夫じゃダメだったの。何を言ってるんだ。だってお似合いよ。なんか林家ペーパーコフサイって感じで。俺だけだろそれ。大体お前の格好だって。さっきもおかしかったな。ここでね、2人が向こうで喋ってんの聞いてたの。そしたらあんまりしっくりくるんだもん。熟年夫婦の会話みたいっていうの。正しいピースに収まった感じ。正しいって子供じみたこと言うなよ、似たような格好してるからお似合いだ。仲良く喋ってるから夫婦みたいだ。お前頭の中まで修学旅行の女子高生みたいだぞ。ほんとだ、ごめん。もう寝よ、学生ごっこはおしまいにして。好みじゃなかった。聞いてないのか。頼りたくならなかった。お父さんの介護で大変だった時。え、心揺さぶられなかった。この人あんなバカみたいに熱心にみっちゃんちに通って保険の相談に乗ってたのに。いいかげんしろ。え、ちょ、あ、ごめん、寝るぞ。もうここいいの。ねえ、私シャワー。いいよそんなの。ねえ、もうおやすみ。この並びで寝る。お前真ん中行けよ。おやすみなさい。知りたくないの、みっちゃんの気持ち。聞くのが怖いの。待て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 。俺を試してるのか。え、だからここに来たのか。お前が来ようって言ったんだろう。避難所は嫌だから近くのホテル泊まろうってタクシー呼んでる隙にお前が勝手に彼女に電話したんじゃないか。どうしたかったんだ。家がなくなるかどうかって時に俺が浮気すると思ってんのか。そんな、ちょっと昔の話聞いただけよ。そうよ、昔話よ。ねえ、どうかしてるよ、まったく。昔がいつかって定義によるわ。お前さ、学生時代か団地に住んでる頃か。あなたが手術した時の昔に入る。そうそう、お父さんが亡くなった時よ、みっちゃんの。え、そうなの、ちょうどその時だったのよ。なんで心臓のこと教えてくれなかったのってみっちゃん聞いたけど、心配かけたくなかったのよね。あいこ、だから内緒にしたんでしょ。知ったらもう二度と頼ってくれなくなると思って。驚いちゃうわ、この人にそんなプライドが残ってたなんて。私やユキの前じゃ手術したくないってメソメソしてたのよ。いい加減怒るよ。もうとっくに怒ってるじゃない。でも言っとくべきだったわよ、命の恩人なんだから。なんだって。みっちゃんがよ。お前は何が言いたいんだよ。あーどうも。すいません、うるさくして。もういいですよ、起きてますから。寝れないよこれじゃ。便所借りる。ああ、私が行きたかったんですけど。すいません。愛子ちゃん、ん、恩人って何。命の恩人。私が
聞いてくれる？手術の時のこと。うん。題して久保池の奇跡とその真相について。いいタイトルですな。聞きたい。うん。狭心症が悪化して冠動脈のバイパス手術をしたんだけどね、うん、脳梗塞とか合併症のリスクは不安で最初あの人渋ってて、でもまああれこれ説得するうちにある日決心してくれたっていうのがさっきのユキの話、うん、手術が終わってあの人が目覚めた時は家族3人抱き合って泣いてさ、あの人もやっと生きる希望が見えてきたもんだから、まあ明るくなってまさに愛が起こした奇跡と。あ、それです、うん、思えば一番いい時だったような気がする。私たち夫婦にとっても絆がぐーっと深まった気がしたもん。私は毎日病院に通って、病室で一緒に映画見て、ユキが DVD 借りてきてくれたの。昔の映画とか SF とかもういろいろ、絶対自分じゃ借りないようなもんもあってさ、でも見てみると案外気に入ったりしてね。何だったっけあれ、ね、タヌキが宇宙戦争するやつ。タヌキ。おかしいでしょ。しかもそのタヌキの相棒はキーよ。変な映画。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですな。え、あちなみにタヌキじゃなくてアライグマです。とにかくね、そんなこんなで無事退院ってなった時に部屋の片付けしてたら、あの人の携帯に留守電が入ってたの。普段は気にもしないのよ、勝手に見たりもしない、本当よ。でもその時はなんか相手がみっちゃんだ。あのお手洗いは、うん、待ってます。私の電話。お父さんが亡くなったっていう知らせ。ああご無沙汰してます、てっちゃんにはお世話になったから知らせますってやつ。もう何のことはない、みっちゃんにとったら至って普通の連絡よ。でも私には違ったの、あの人にとっても秘密の隠語が隠されていて。数ヶ月前の留守電を消さないで取ってあったのよ。消し忘れた？絶対に違う。だって忘れもしないよ、その電話があったのは。なあ、あなたが手術するって決めた日だから。なるほどって思っちゃったわよ、ハキシって。ユキは私の説得が効いたからだなんて言ってたけど、実際私不思議だった。あんなにグズグズ言ってたのに突然前向きになったのはなぜって。久々に電話くれたみっちゃんのお葬式に来てくださいっていう一言がこの人を死ぬ気で生きる気にさせたの。マイコちゃん、あ、なるほどザワールドって感じよ。でも結局お葬式には行けなかったから、みっちゃんに会うきっかけもなくなって、ザマーミロザワールドって感じ。してないよ、してないよ、本当に俺不倫なんて。分かってる、する気もなかったし。そういうことじゃない。何がそういうことじゃないの。え、そういうことじゃない、そういうことじゃないね。あんた関係ないでしょ。便所は行きたいならどうぞ。流しました。え、流しました、音聞こえなかったんですけど。そんなね。ああ、炎がだいぶ収まりました。煙もだいぶ減ったようだ。ほら、ウエストランドの看板が見える。本当だ。
何も言わないの、いっちゃん。みっともないって思ってる。なあ、愛子、俺はさ、火が消えたみたい。え、ああ、建物が真っ黒ですな。屋上の観覧車もどうしてあんなに明るいの、夜なのに。きっと消防車の明かりよ。ニュース聞こうか。以前トルネードに遭遇した時にね。聞きましたよ、その話は。家が倒壊した宿のオーナーとはその後何度か手紙のやり取りをしていたんですよ。で、ある日ついに新築の家ができたと写真を送ってきたんですな。プール付きの豪邸か、はたまた宿とつなげて大きくしてワインセラーも欲しいなんて言ってたなと思って写真を見たら全くの想像外。さて、一体どんな家だったでしょうか。さあ、さあ、別にどうでも。小さな家が2軒建ってたんですよ。オーナーの家と奥さんの家と別々に2軒、広い敷地の端と端にね。こんな選択もあるのかなって感心しましてね。あ、何が言いたいんだよ、おい、何の教訓だ。てっちゃん馬鹿げてるよな、みーちゃん。何時が、こんなやりとり全部お前が言ったことも馬鹿げてるよ、全くバカバカしいよ。そうかしら。そうだよ、俺が誰のおかげで手術できたか、誰の言葉で生きる気になったか、バカ言うな。俺が決めたんだ、俺の意思で生きてるんだ。そんなくだらない憶測を話すためにここへ連れてきたのか。もしお前の想像通りだったら、どうぞこれからはみっちゃんとご一緒に行って置いてくつもりか。じゃあ行き場のない男たちの吹き溜まりだな、みっちゃんちは。てっちゃん、ああごめん。痛いの。え、ああいや、え、大丈夫かな。うん、え、あ、苦しい。癖で触っただけ。ね、横になって。なんでもないから。でも、いや、横に。ほんと大丈夫だ。ダメよ。いいよ。ダメよ。やめろって。何がしたいんだよ、お前。怒らしたり、心配したり。守りたいのか、それとも壊したいのか。壊すって、わかんない、自分でもわかんないの。 あなた待って、ちょ、いや、どこにも行かないよ、ベランダだから。あ、そうか、どこも行けないだろう。家がなくなったらお前も別の家を建てるか。だったら俺たちとっくに壊れてるんじゃないか。音がしたでしょ。わかんない。何？父さんのお化け。え？父の気配がするの。死んだら生きてた時より気配が濃くなった気がする。やだ。変なこと言わないでよ。本当よ。あそこで死んだのよ、父。だから私あっちに長くいられないの。一緒に行ってみる。いや、いい。付き合ってよ、愛子ちゃん。ねえ、ねえ、どうしたのよ、みっちゃん。私、愛子ちゃんの気持ちわかる。私の留守電聞いてどんなに傷ついたか。私も傷つけられたから。え、父さんにね。私がどんなに寄り添っても尽くしても
父は別れた母を持って生きてた。そうなの？愛する人が自分のために生きてるんじゃないってこと、自分はこの人の生きる糧にはならないってこと。愛子ちゃんもそんな気がしたんでしょ。私もそう。口が聞けなくなっても視線で母を探す父が恨めしかった。私が結婚しなかったこと、ずっとこの家にいたこと、そんな全部を裏切られるような気持ち、だからある日突然手放したくなった。もういらないって思ったら父さん死んじゃった。じっちゃん。でもね、愛子ちゃん、それって本当は愛なんかじゃないのよ。え？愛じゃなかったの。自分の頑張りに気づいて欲しかっただけ。費やした時間に見合う対価が欲しいだけ。それまでの二人の時間に、人生に意味があると思いたいだけ。あなたもそうでしょ、愛子ちゃん。言って、なんで私のために生きてくれないの？なんで感謝してくれないの？あんたそう思ったでしょ。みっちゃん、こんなに近くにいるのに、こんなに頑張ってるのに、分かってくれないならいい。死んじゃえばいい。思ってない。そんなこと思った。思ってない。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 思った。思ってないよ。私は、私は思った。でも間違ってたよ。えっちゃん、どうした？愛じゃない、それは自分のプライドで勝手に積み上げた意地だったのよ。はい。愛してたのに。分かった、分かったよ。おい、来てみろ、崩れるぞ。え？看板のとこ、ウエストランドが。寝たんだ結局。また忘れていいからね、今日のこと。
さ。お母さんは？お腹空いてる？いや、鍋持たれてて。おい。残るような甘いとそう。うるさい。どこいたのお前？上。おはようございます。あ、おはよう。職場に電話した？ああ、9時前だよ。えっ、お目覚めですか？しまった。分かってくれるよ事情。大丈夫あのちゃん、2日酔いのようだね。違う、ちょっと待ってね先生、あいこちゃんにお薬出して。はいはい。ね、大丈夫？うるせえ先生。俺の電話はどこだっけ？あ、ゲロかかったんだ。どれがいいかな。すごい量ですね薬。うん、薬剤師さんだから。みちこさん、うん、そうなんだ。ダシックスかアルダクトか。それ処方箋のやつじゃないですか。これだよこれ、イリーガル。うそ。見て任せて、あいこ。携帯貸し当てまするから。カバン、充電切れてるよ。あ薬わかった。あ、どれがいいかな、これ、こっち。あ、それじゃなくてね、ラシアンがいい。あ、いつもの僕のももらっとくよ。うん、うん、はい、愛子ちゃん。ありがとう。お味噌汁飲んだらすっきりするよ。ケイちゃん、手伝って。私の携帯使う。ニュースはやってない。後でツイッター見る。火元はガスストーブだそうですよ。え、イベント広場に置いたガスストーブの火が、あの仮設テントに燃え移ったらしいです。え、ニュース見たんですか？自分でね。あ、ちょっと見せて。私も見たい。はぁ、まだ燃えてるって。いや、長官だからね。遅くても深夜1時までの情報だよ。あ、そっか。放火じゃなかったよね。やだ、私もそうだと思ってた。犠牲者は今のところないようですけどね。昨夜のほら、あれがあるから。あ、見た、看板のとこガラガラって。見た見た。ガガガガゴゴゴっつって、ビスケットみたいな建物がガガガガゴゴゴゴっつって。好きなさい。にしてもすっごい写真ね、これ。ここどこって感じ。こっから見てるのとじゃ全然違う。ほんと、あなた、こりゃ無理だな。え、残ってないよ、うちこの辺みんな焼けてるし。ミカコちゃんち電話した？知りたくない。見に行ってみなさいよ。箱を開けてみなきゃわからない。今はまだシュレディンガーの猫だ。猫？箱を開けなきゃわからないだ。そうね、見に行く。じゃあ朝ごはんでも食べて。うん、もう行くわ。そう、服。はいはい。あなた、向こうで着替えて。ありがとう。布団。うんうん、お布団いい？うん、朝ごはんいるでしょ。ああ、食べる食べる。お母さん、うん、私もう出る。先行くの？うん、会社行ってくる。え、会社って？ジーンジャラジャラジャラでしょ。いや、違います。前の会社。どうして？一度ちゃんと謝ってこようと思って、課長とか。お、今日じゃなくたって。うん、また後で電話するから。わかった。また後でね、お父さん。うん、うん、お父さん。うんって。なるようになるさ。お邪魔しました。はい、私の家じゃありませんけど。あ、じゃあね。てんちゃん、またね。お、焼きました？やかんよ。ちょっとは焼いたじゃん。あら、もう行っちゃうの？また遊び来ていいですか？もちろん。それじゃあまた。気をつけて。
お線香のいい匂いだ。勝手によかったかしら。困るという人はおらんでしょう。死んでるし。みっちゃんのお父さんってどんな最後だったんですか。さあ、その頃は私まだただの上の人でした。ああ、そっか。でも長患いの割には亡くなる時はあっという間だったそうですよ。薬が合わなかったとかみっちゃん言ってたな。薬？ええ、新しい薬にね、変えたばっかりだったんだって。愛子ちゃん、お薬飲んだ。好きにしていいのよ。私見てくる。怖くないか。それでも知りたいの。みっちゃん、愛子ちゃん、死んじゃうの、あなたなら。